皆さんこんにちは、俳優中 Uber 配達員の大川圭吾です。今回は Uber Eats のベテラン配達員から見る Uber Eats で注文しない方がいいものをお伝えします。まず基本として遠距離の店舗の注文はおすすめしません。なぜなら配送手数料が高い割に遠ければ遠いほど料理が冷めてしまうからです。ましてや2件持ち配達をした時の2件目のお客様はカオスです。これはもう Uber Eats のシステムがおかしいと思うんですけど、この間なんてピックアップ店から1件目までの距離が4キロ、そして1件目から2件目の距離が 8.5 キロと、どんなに頑張っても2軒目のお客様は注文してからお届けまで1時間以上かかってしまいます。一応専用のバッグを使って配達をしているのですが、僕らは調理が完了してから配達依頼を受けるので、本当に出来立ての状態をすぐに配達することが難しいです。特に一番頼んじゃいけないのがピザです。もう遠距離のピザは最悪です。他の料理に比べて冷めやすい上に商品が大きいのでバッグを拡張しなきゃいけないため、そこでも時間がかかってしまいます。僕はピザのデリバリー専門店でも働いた経験があるのですが、ピザのデリバリー専門店はバッグの下に必ず熱々にしたプレートを入れて、必ず出来立ての状態を配達するんですね。でもそれでも遠距離だと冷めてしまうので、そもそもの配達可能エリアがかなり狭いです。でも Uber Eats だとそのピザのデリバリー専門店の3倍の距離を平気で配達するので、そりゃ冷めてしまいます。なのでピザを頼む際はデリバリー専門店をおすすめします。そしてそれらの理由からラーメンも近所の店舗以外注文をおすすめしません。ただ蒙古タンメンのようにあらかじめご自宅の電子レンジで再加熱をしていただくのを前提で麺とスープを分けて包装しているお店もあるので、それだと麺も伸びないですし熱々の状態を食べられるので、このような対策を取っているお店はいいなと思いました。続きまして、お寿司。お寿司は大きい容器にちょこんって盛り付けられたらぶっちゃけ倒れない方が難しいです。バイクでも倒れやすいのにチャリなんてもうぐっちゃぐちゃになってると思います。僕はお寿司のデリバリー専門店でも働いた経験があるのですが、作る側の人は倒れないように盛り付けと容器にかなりこだわっていますし、配達する側も倒れないように走る道にすらこだわっていても倒れてしまうようなレベルです。つまりデリバリー専門店があるジャンルはデリバリー専門店で注文することをお勧めします。続きまして、最近実店舗を持たないバーチャルレストランが増えているのですが、そちらもあまりお勧めできません。もちろんちゃんとしたお店もありますが、たまにここ衛生的にヤバくねって思うくらい不潔なお店もあります。あと実店舗を持っていても個人店だと包装が甘いことが多いので、やっぱり大手チェーン店が安定してるのかなと思います。ただあくまで確率論ですし、 Uber Eats の良さってデリバリー機能を持っていないお店の商品をご自宅で食べられることがかなり大きいと思うので、一度頼んでみて判断するのもありだと思います。続いて逆に Uber Eats で頼んだ方がいいジャンルを紹介します。まずはタピオカ。こちら機械でピタッとシールされているので倒れてもこぼれない上に、出来立ちじゃなくてもそこまで味が落ちないからです。そしてそれらの理由からお弁当、サラダ、メキシカン、パン、ドリンクなしのハンバーガーと熱々である必要がそこまでなく、こぼれたりするリスクが低いジャンルはおすすめです。あと配達してて便利だなって思ったのがローソン。食事だけでなく日用品も届けてもらえるのは配達員側のパシリ感を増しますが、非常に便利だと思いました。つまり自宅とお店の距離が遠ければ遠いほど配送手数料が高くなり、料理も冷めて味も落ちてしまうので、できるだけ自宅から近い店舗の注文をお勧めします。でも再加熱をする覚悟がある方は気にする必要はないですが、お寿司はぐっちゃぐちゃな可能性が大です。あと、もし皆さんの中で Uber Eats 関連でジャンル問わずすごい経験をされた方がいましたら、ぜひコメントで教えてください。以上、 Uber Eats のベテラン配達員から見る Uber Eats で注文した方がいいものと注文しない方がいいものでした。最後までご視聴していただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。